今日の第1試合、第2試合を振り返っていただけますでしょうか。そうですね、まあ、1回戦からも、まあ、ちょっとヒルヤ選手の3ラウンドヒルヤ選手の、ね、出てくるのに付き合っちゃったんで、まあ、それがまあ、その2ラウンドでダウン取ってたんであれだったんですけど、まあ、そこはちょっと、まあ、失敗だったかなと思いますね。まあ、で、まあ、浦部選手の試合はまた浦部選手のペースに付き合っちゃったんで、まあ、また相手の土俵で戦っちゃったかなです。あの浦部選手の再戦でしたけども、振り返ってみてどうでしたか。そうですね、まあ、また同じような感じでやられちゃったかなと。どうも付き合っちゃうのか、じゃない選手君が。今回の大会でどういう戦いをするつもりで臨まれたんですか。そうですね、まあ本当に危なげなく勝つつもりだったんですけど、ちょっとまた、2回戦の浦部選手のケースに付き合っちゃったんで、まあ失敗ですね。まあ失敗、うん、そうですね、まあ、反省するとこばっかりです。自分の、戦いはできたと思いますか。まあ、できなかったですよね、うん、できてたら負けてないんで、うん、はい、まあ、それを浦部選手はちゃんと自分の戦いやってたんで、まあ、向こうの方が強かったなという感じです。あの今年の、秋に世界大会が予定されているんですけども、それについては、まあ、残念ながら負けてしまったんですけども、どう思いますか。まあ、そうです、それは悔しいですよ、はい、それは悔しいです、悔しいですね、はい。チャンスがあればやはり世界大会も出たいと。そうですね、もちろん出たいですね。世界のゲームワンルールで世界のレベルの選手がどういうぐらい強いのかもやってみたかったんで、まあ出たかったですけど、もちろん結果では出ないです。その右足の怪我は、右足の怪我は、まあ、多分まあ、蹴って痛めたんですけど、壊ずに病気にかかって動かしてっていう、でもそれの古傷にまた海っていうか血が溜まったっていうか、蹴って、な感じですね。試合前から、まあ、試合前から痛くなかったんですけど、その動かし腱って海が溜まる病気で傷口から入って、その一回海が溜まったところの、まあ、風船がこうちっちゃくなところにまた血が溜まった感じ、同じような、まあ、再発じゃないと思うんですけど、まあ、ちょっと違う海が溜まってる感じです。かなり影響は、いや、まだこのまま2ラウンド、2ラウンドじゃない、2回戦から、浦部戦からなんで、蹴っててちょっと違和感があるなと思ってた感じですね。今、ダメージは、まあ、ダメージは、いや、さほどそんなにないし、まあ、足は痛くて、まあ、顔はちょっと痛いぐらいで、頭は、頭の中で痛くないんで、まあ、表面的な痛みがあるだけで、はい。終えてみて、まあ、今後どうしようかってことは、まあ、今後どうするか、またてっぺん狙うしかないですよね。俺らは負けたくないんで。